M73 は、水亀座にある星群である。4個の星の集まりに過ぎないので、星図や星表によっては省略しているものもある。4つの星の個々の明るさは10.5等、10.5等、11.0等、12.0等である。この星の集まりが、星がまばらな三回星団なのか、ただ同じ方向に見えている星の集まりなのかについて、議論されてきた。 2002年には、マックス・プランク研究所のオーデン・カーちゃんと、ボルドー天文台の装備欄により、それぞれの星の距離は異なり、かつ異なる方向へ動いており、三回星団ではない、という研究成果が発表されている。双眼鏡では見ることは難しい。合計10センチメートルの望遠鏡では3つの星が、見える。 合計20センチメートルの望遠鏡で Y 字型に並んだ4つの星が見える。合計30センチメートルではさらに、ほの星が見えてくる。アメリカのアマチュア天文家、ジョン・マラスは、合計4インチ25倍の望遠鏡では見え方は、メシエと同様で、何やら星雲状物質が広がっているようにも見えたが、ちょっと倍率を上げてみたら、ぼんやりとした光は消えてしまったとしている。 1780年10月5日と6日に、シャルル・メシエによって発見された。メシエは、ちょっと見たところ3から4個のほのぼしの集まりで、星雲状物質を含み M72 と、平行とした。ジョン・ハー・シェルは、星版極めて貧弱。星雲状物質はないと記した。ウィリアム・ヘンリー・スミスは、貧弱な視野に3個の10等星、とした。 ありがとうございます。